JR 札幌付近の JR 札幌駅の改札付近に来ています。各方面の運休の影響で朝から多くのお客さんが列車の再開を待っています。列車の再開を待っている人に話を聞きますと、朝からずっと再開を待っている、学校に行けない、どうしようなどとかなり困惑している様子でした。現在駅員が地下鉄などでの代替輸送を呼びかけています。 JR では札幌と新千歳空港を結ぶ快速エアポートなど427本が運休していて、復旧までにかなり時間がかかると見られています。今日未明には JR 千歳線の北広島駅付近では湿った雪の影響で停電が発生、普通列車が立ち往生しました。乗客80人は無事でしたが、その後今度は除雪作業が進まず、今も列車は動けない状態だということです。一方、空の便も新千歳空港で151便が欠航するなど、まだまだ影響は続きそうです。こちらからは以上です。